皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのセリアから売られている和柄のネイルシールを使って、時間がない方でもとっても簡単にできるお正月ネイルをご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、中に入っているシールはこんな感じです。ではまず最初に一番簡単なネイルデザインを作っていきたいと思います。はい、使用するカラーはこちらです。セリアジェルのホワイトを塗っていきたいと思います。はい、ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。では次にノンワイプトップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこの上にシールを貼っていきたいと思います。ではこちらのシールを貼っていきます。はい、では真ん中に貼ります。はい、ではノンワイプトップコートを塗って仕上げていきます。ライトに入れます。はい、こちらで一つ目のとっても簡単にできるネイルデザインの完成です。それでは次のデザインを作っていきたいと思います。はい、では次に使うカラーはセリアジェルのホワイトを使用していきます。では全体に塗っていきます。ライトに入れます。はい、ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらにノンワイプトップコートを塗っていきます。ライトに入れます。はい、ではこちらの上にシールを貼っていきたいと思います。では2つのシールを組み合わせて貼っていきたいと思います。ではまずこちらのシール、と少し緑が欲しいのでこちらのシールを貼っていきます。ではちょっと緑を足したいので、こちらのダークグリーンのカラーパレットの上にのせます。
はい、あとこちらレッドのカラーもパレットにのせます。はい、では次に使用するのがこちらのドット帽です。こちら100円ショップでも売られています。ではこちらをつけてお花の周りにのせます。では筆を拭き取って次にレッドのカラーものせます。はい、こんな感じにのせてライトに入れます。はい、ではノンワイプトップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成です。こちらのデザインもドット帽で簡単に作ることができます。それでは次のデザインを作っていきたいと思います。はい、それでは次に使うカラーはこちらのセリアジェルのレッドです。こちらを塗っていきます。入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらの未硬化ジェルを一回拭き取ります。エタノールで拭き取ります。はい、では次に使用するカラーがこちらホワイトです。このホワイトをパレットの上にのせます。はい、それでは線を描いていきます。使う筆はこういった感じの細めの筆を使って描いていきます。こんな感じに描いていきます。ではライトに入れます。はい、ではこちらの上にベース&トップコートを塗っていきます。では次に箔を乗せていきたいと思います。こんな感じに乗せていきます。はい、ではクリアのストーンを乗せていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。ではこの上にまた少しゴールドのジェルをのせていきたいと思います。
ちょっとバランスを見ながら、こんな感じに乗せていきます。それではライトに入れます。はい、こちらで完成です。このデザインはちょっときれいめ系な感じで作ってみました。線を描いて好きな感じに吐くとかラメを乗せるだけでできるのでとっても簡単です。それでは次のデザインを作っていきたいと思います。カラーは、はい、では次に使うカラーはこちらのホワイトです。ホワイトを塗っていきます。ライトに入れます。はい、二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次に使うカラーがこちらブラックとこちらレッドを使っていきます。はい、ではまずはじめにレッドのカラーを塗っていきます。感じに塗っていきます。では次にブラックのカラーも塗っていきます。ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にゴールドのカラーを使っていきます。ではパレットにのせてこちらの細い筆を使ってこの周りを囲っていきます。インパクトがあるようにゴールドの線を太めに描いてみました。はい、ではライトに入れます。はい、では次に黒の部分に箔を乗せていきたいと思います。ではベース&トップコートを塗ります。こんな感じで1回ライトに入れます。
はい、では次に白の部分にノンワイプトップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこの上にこちらのシールを貼っていきたいと思います。こちらの黄色のお花を貼ります。赤のお花も貼っていきます。はい、こんな感じです。ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、こちらで完成です。それでは次にもう一つシールを使ったアートを作っていきたいと思います。はい、では次に使用するカラーはこちらです。ホワイトのカラーを塗っていきます。ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらブラックのカラーを塗っていきます。斜めに塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。ライトに入れます。はい、ではこちらの上にベース&トップコートを薄く塗っていきます。この境目に白を乗せていきます。こんな感じで一旦ライトに入れます。はい、では次にノンワイプトップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらの上にシールを貼っていきたいと思います。ではこちらのシールを貼ります。はい、ではノンワイプトップコートを塗っていきます。入れます。はい、こちらで完成になります。はい、こちらで5本完成になります。シールを貼るだけで
クオリティの高いデザインを作ることができます。こちらのネイルシール1枚でいろいろなデザインを作ることができました。皆さんもぜひ試してみてください。少しでも参考になると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。